世界で300万人、アメリカで60万人の命を奪いました。それは私たちの体の健康だけでなく心の健康も蝕みました。医療だけではありません。政治や社会の混乱を引き起こし、経済に打撃を与え、子どもたちから教育の機会を奪いました。しかしそんな中でも教会での礼拝ができなかったのは3ヶ月だけで、その他はずっと礼拝を守ることができました。そして礼拝を守ることによって私たちはこのコロナの影響から守られ、支えられ、パンデミックで苦しむ世界のために祈り続けることができました。あなたは礼拝の民ごとに、私はあなたと共にいる、私はあなたを守る、私はあなたを助けると語り続けてくださいました。感謝いたします。今日もあなたの御声を聞かせてください。今日の礼拝ではあなたも、あなたの家族も救われる、このお声を聞きたいと願っています。それをもって私たちを励ましてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。最初の賛美、新聖歌の229番、千歳の岩よ、賛美しましょう。Thank you.
世界のための祈りは西サハラです。Of my heart.
天の父なる神様、この時間、アフリカ北西部、大西洋沿岸の西サハラのために祈ります。1976年にスペインの統治が終わったことで、西サハラ・アラブ民主共和国という名前で独立を宣言しました。しかし、モロッコが領有権を主張し、内戦が始まって、モロッコは西サハラ北部の3分の2を占めることになりました。独立のために長きにわたる紛争と葛藤により、アルジェリア難民収容所には避難民が10万人にも及び、このような紛争はたくさんの人に大きな痛みと傷を残しました。貿易と経済活動を主管しているモロッコ政府は、西サハラ全体に最も大きな影響力を持っています。歴史的に長く続いたモロッコとの葛藤が知恵深く解決されますように。人口のほとんどがイスラム教徒である西サハラでは、福音を聞いたことのある人はほとんどおらず、ごく少数のクリスチャンは分かれて生活をしています。避難民のために慈善奉仕団体とキリスト教団体を通して、この地に福音の扉が開かれる機会が与えられましたが、福音の中で心が傷ついた人々が癒されて、囚われた人々に自由が与えられ、閉ざされた人々に霊的な解放が与えられますように。主がこの地の傷ついた魂を癒して、主の臨在と愛で覆ってくださいますように心から祈ります。アルジェリアにいる10万人の避難民に福音が伝えられて、多くの魂が苦しみの中で共にいてくださる主に出会うことができますように。主が少数のクリスチャンを守り、彼らが苦しみの中でも信仰を固く保って、日々福音の奥義をより深く語ることができるように祈ります。主の憐れみでこの地を覆ってください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。愛する天の父なる神様、あなたの偉大なお名前を賛美いたします。主の許しの中で今日もまた共に集まり礼拝をすることのできる幸いに感謝いたします。また来ることのできない方、動画で礼拝を捧げる方々にも同じ祝福を注いでください。私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからだと聖書にあるように、私たちはすでに十分な恵みを受けています。自分ではどうにもできない罪深い私たちのために、罪のない神の一人子イエス様を私たちに送ってくださいました。そして私たちの罪を背負って代わりに十字架で死に、3日目に復活されました。罪が許され、死から永遠の命に移されて、天国の希望を与えてくださったその事実だけで、私たちはすでに大きな愛を受けています。それなのに、その愛に、その愛、恵みにとどまることができない弱いものであることを告白します。自分以外の何かを主が変えてくださるように願う前に、どんな状況にあっても、すでに伸ばされたあなたの愛の御手を握り、主だけを仰ぎ見る信仰を求めて歩むことができますように。御言葉を聞き頭で理解するだけではなく、聖霊様が私たち一人一人の心に触れて、その奥深いところで御言葉を悟らせてください。
問題が起こった時に対処する知恵を与えてください。どこにいてもどんな時もキリストの手紙として、キリストの香りとして、周囲の人々にイエス様を証しするために信仰に固く立たせてください。今日もあなたの御言葉を取り継いでくださる中尾先生をありがとうございます。先生の心と思い、口の言葉を守り、語られる御言葉で私たちを満たしてください。私たちも心を開いて聞きます。どうか悟らせてください。この礼拝のために見えるところ見えないところでこう知ってくださるお一人お一人に主が報いてくださいますように、すべてを主にお委ねいたします。感謝して救い主愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。16章28節から34節まで。そこでパウロは大声で自害してはいけない、私たちはみんなここにいると叫んだ。看守は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながら非力した。そして2人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。と言った。そして彼とその家のもの全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず、二人を引き取り、その打ち傷を払った。そしてその後ですぐ、彼とその家のもの全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して、食事のもてなしをし、全家族を揃って神を信じたことを心から喜んだ。アーメン。今日の箇所には、フィリピの町の牢獄の看守、そしてその家族が救われたことが書かれています。この素晴らしい出来事を学ぶ前に、ここに至るまでの出来事を少し振り返っておきましょう。パウロの2回目の伝道旅行はアンテオキから出発しまして、1回目に伝道しましたデルベやルステラの町々、いわゆるガラテア地方と呼ばれるところ、そこを再び訪ねました。ルステラの町ではパウロがそこで石打ちにされて、本当に人々が死んだと思ったことが目にあったところですよね。人間的に考えればもう二度と行きたくないところだったかもしれませんけれども、最初の伝道旅行の後、そこには教会ができていました。パウロはそれらの教会を励ますためにそこを訪れました。パウロはこの町で青年テモテと出会います。そして彼を伝道旅行に加えました。それが16章の1節から3節に書かれています。パウロはこのガラティア地方での伝道に成果を上げます。パウロのガラティア地方での伝道は実を結びました。5節に、こうして諸教会はその信仰を強められ日ごとに人数を増していったとある通りです。パウロはそこからさらに北西の方に進んで、いわゆるアジアと呼ばれている地域、今日のトルコに属するんでしょうか、その地域で伝道しようとするのですが、後でパウロはこの地域に後に伝道することになるんですが、この時には聖霊によって禁じられまして道が開かれませんでした。それでパウロの一行はどんどん西に進みまして、トロアスというところまでやってきました。トロアスはエーゲ海に面した港町
で、このエーゲ海はアジアとヨーロッパとの境界線分岐点になるのです。トロアスの対岸はもうギリシャ半島です。ギリシャ半島の北の方、その半島の付け根の部分はマケドニアと呼ばれていました。パウロはそのアジアの側のトロアスで一人のマケドニア人がマケドニアに渡ってきて私たちを助けてください。そう何度も願っている、そういう幻を見ました。アジアからエーゲ海を渡ってヨーロッパに行くというのはパウロの最初の計画にはなかったことだったのです。けれども神様はパウロを今までとは文化も習慣も異なる新しい地に導かれました。アジアで道が開かれなかったのはヨーロッパに導かれるためだったのです。神様がどこかのドアを閉ざされたからといってそれで全ての道が塞がれたわけではありません。神様は神様に信頼しその導きを求める者には必ず進むべき道、どこかのドアを開けていてくださいます。実際ピリピの町にはパウロを待っていた人々がいました。その一人がルデアでありまして、そのルデアをはじめとして神様を敬う女性たちがそこにいたのです。パウロの一行はルデアの家に滞在し、ピリピで伝道しました。そしてこのピリピにヨーロッパで最初の教会が生まれたのです。この後パウロとピリピの教会は固い絆で結ばれます。パウロがどこに伝道旅行に行くにしてもピリピの教会はパウロをサポートして人材を送り支援物資を送ったのです。そのことはピリピ人への手紙に詳しく書かれています。ある時パウロとシラスがピリピで伝道していました。そうすると悪霊によって占いをしていた女奴隷がいまして、この二人の伝道を妨げたのです。パウロはその女性から悪霊を追い出しました。すると彼女はもう占いができなくなりました。このことは占いが悪霊の働きである、そして危険なものであるということを教えてくれます。新聞ですとか雑誌ですとかテレビでもやっているんでしょうか。必ずと言ってよいほど星占いとかなんとか占いというそういう記事が載っていますね。神様を信じるなどというのは非科学的だ。そう言いまして信仰に反対している、まあ、いわゆる進歩的と呼ばれるそのメディアがそういうものを好んで載せるのです。矛盾してますが、人々はそれが矛盾だということに気がついていません。私たちの人生を導いてくださるのは私たちを愛しておられる神様であって、いわゆる盲目の運命と呼ばれるものではないのです。私たちの人生の導きはこの神様の愛の御心を知ることによって得られるのです。占いによってではありません。占いは決して人の将来を明らかにすることはできませんし、それを変えることもできません。かえって人を恐れに縛りつけるだけです。占いをしていた女奴隷の主人は彼女に占いをさせて金儲けをしていたわけですよ。それができなくなったわけで、パウロとシラスを訴え出ました。二人は鞭で打たれ、牢に入れられ、鎖につながれました。夜中に鞭打たれた背中の傷がうずきました。しかしその痛みは感謝と喜びに変わりました。イエス様が鞭打たれたその苦しみに
預かることができた。二人はそう考えて、それを感謝し喜んだのです。そしてその感謝と喜びの心は賛美となって二人の口から歌となって歌い出されました。なんと強い信仰でしょう。私は苦しいことや辛いことがありますとついつぶやいてしまいます。このような歌詞を読みますと自分の信仰の頼みさを感じます。恥ずかしくなります。しかしそんな時でもパウロとシラスがしたように賛美を歌い始めるともう一度信仰を取り戻すことができます。賛美は信仰から生まれるものです。同時に賛美は信仰を励ましてくれます。自分を励ますだけではありません。他の人に神様の愛と恵みを伝えて他の人を励ますことができるんです。パウロとシラスの歌声は牢獄に響き渡りました。25節に他の囚人たちも聞き入っていたとあります。パウロとシラスがどんな賛美を歌ったのか分かりませんが、ヘブライ語の賛美だったかもしれませんが、他の囚人たちが聞いて理解できたわけですから、ギリシャ語の賛美であったりラテン語の賛美であったのかもしれません。この後地震が起こります。そして囚人たちをつないでいた鎖が解けるのです。鎖が解けたからといって囚人たちは誰一人逃げませんでした。それは囚人たちが賛美を通して偉大な神様に心を縛られていたからです。またその時起こった地震も単なる自然現象ではなかったと思います。神様がパウロとシラスを救うために起こしてくださったものです。この地震は賛美によって引き起こされたと言ってもいいでしょう。信仰の賛美は私たちの心を慰めます。他の人の心を励まします。そしてさらに神様のお心に訴えかけて神様の救いを引き寄せることができるんです。苦しみに遭うとき私たちは苦しみだけを見つめてしまうことが多いのですが、そんな時こそ天に目を向けましょう。神様を見上げましょう。嬉しい時や楽しい時に、まあ、鼻歌が出てくるというのは誰でもできます。でも苦しみの時に祈り賛美を歌うのは信じる者にしかできません。私たちが神様を信じるのは神様が私たちによくしてくださるからだけではありません。もちろん神様は私たちによくしてくださるんですが、もしそれだけだったらよくしてくださる方というよくしてくださるからという理由だけだったら私たちの信仰は御利益宗教になってしまいます。神様を私の願望を成就させるための道具や手段にしてしまうということになるのです。神はそんなお方ではありません。神はいつどんな時でも主なる神です。私たちの人生の目的はウェストミンスター小教理問答が言いますように、神の栄光を表し神を喜ぶことになるのです。神様が主である、神様を主とすることにあるわけです。神様のために生きること、それが私たちの喜びになるのです。苦しみの時に私たちを支える力になります。そこから賛美が生まれます。賛美は祈りにメロディーをつけたものですから、その祈りが神に届いて神が私たちに救いをくださるのです。賛美は自分を救うだけでなく
他の人をも救います。地震で目を覚ました看守は牢の扉が開いていました。囚人たちがもう逃げてしまった、そう思いまして剣を抜いて自殺しようとしました。牢の看守はローマ兵が当たることが多いのです。ローマ兵は規律が厳しいことで有名でした。この看守も責任感の強い人で囚人を逃がしてしまった、そう思いまして自害しようとしました。それを見たパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいる、そう叫びました。看守はその声を聞くとすぐにパウロとシラスのところにやってきました。そして二人に言ったのです。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。皆さんこの答えを知っていますね。31節。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも、あなたの家族も救われます。これがパウロと知らす人たちの答えでした。なんと明快な答えでしょう。いろいろな宗教や哲学は救いについて語り論じます。でも結局のところは答えを持ってないのです。ですから難しいことをいろいろ言って人々を煙に巻くわけですね。結論的に言えば、あなたがそれが救いだと思ったらそれが救いになるのだ。いろいろな宗教や哲学を私も勉強しましたが、いろいろ勉強した結果として、救いに、それが救いについて言っていることに関しては、結局は絶対的なものはなくて相対的なもの。あなたが救われていると思っていれば救われている。イワシの頭も信心からっていうのが日本にことわざでありますけれども、結局あの難解な高級な哲学にしろ、そして崇高な宗教にしろ、結局のところは私が自分で人生の目的を自分で決めて、これが救いだと思うものを自分で決めて、それにより頼みなさいということ、自分で自分を救いなさいということです。救いはないのです。しかし聖書ははっきりと語ります。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。はっきりと救いを、そして救いの方法を教えてくれ。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。これはヨエル書にも、使徒の働きにも、ローマの手紙にも繰り返し書かれています。イエス様を信じる。主イエスを信じなさい。このただ一つのことが人を救う。これが聖書の教えです。使徒の16章31節の御言葉が素晴らしいのは、あなたは救われるということをはっきり語っているからです。それだけではなく、これが多くの人に愛される御言葉になったのは、あなたの家族もと付け加えられているからですね。あなたも、あなたの家族も救われる。これは家族の誰か一人がイエス様を信じたら全員が自動的に救われるという意味ではありません。やはり一人一人が救いの言葉を聞き、一人一人がイエス様を信じなければなりません。でも家族の誰にも、誰も信仰を持っていなかったら、どうやってその家に福音が伝えられるでしょうか。福音が伝えられるのは難しいこと。しかし誰か一人が救われたら、その人を通して家族に救いの福音が伝えられていきます。そしてあなたも
あなたの家族も救われますという言葉が成就するわけです。この看守の場合はどうだったでしょうか。32節に、そして彼とその家の者全員に主の言葉を語ったとありますように、救いのメッセージはパウロとシラスを通して看守だけでなく看守の家族、おそらくその家に雇われていた召使いも含めてその一家に語られました。そしてその全員がイエス様を信じたのです。イエス様を信じてバプテスマを受けています。33節にバプテスマの時の様子が書かれています。看守はその夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けたと書かれていますね。33節の状況を思い描いてください。看守は鞭で打たれたパウロとシラスの背中を清潔な水で洗いたい、そう思いまして、たくさんの水を汲んできたんでしょうね。そしてその二人の背中をきれいに水で洗って手当てをしました。パウロとシラスは看守とその一家一人一人の罪とその傷を今度は同じ水で洗い流し、彼らに霊的な癒しを与えています。看守は愛の心でパウロとシラスに水を注ぎ、その体の傷を癒そうとしましたが、パウロとシラスは父と子と聖霊の御名によって権威を持って看守とその一家の一人一人に水を注ぎ、そしてその水は罪の許しと救いを、霊的な癒しをもたらすものになったのです。ピリピの町の看守は自害しようとしたところをパウロとシラスによって救われました。もし看守が自害してしまったら、もう一家は路頭に迷うでしょうね。そうでなくても囚人を逃がしてしまった責任を問われて、まあ、一家は大変な目に遭うことでしょう。家長である看守の救いが家族の救いになったというのは、まあ、誰もが分かることですけれども、この箇所で言っている救いはそういういわゆる社会的な救いのことではないです。それ以上の霊的なものです。34節に、それから2人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ、そうあります。主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われるという、この救いは誠の神様に立ち返る救いです。罪からの救いです。この救いの喜びが全家族に満ち溢れたのです。イエス様を信じることによる霊と魂と体の救い、これが聖書の教える救いです。そしてこの救いはこの時から21世紀の今日まで世界中で成就し実現し続けています。信じるなら救われる、あなただけでなくあなたの家族も周りの人々もというのは本当なのです。あなたもあなたの家族も救われます。皆さんはこの言葉が真実であることをご覧になってきたでしょう、体験したことでしょう。私もいろいろなケースを見てまいりました。ある人が、私の家には誰もクリスチャンがいません、
私一人がクリスチャンになったら家族がうまくいかなくなるんじゃないかと思って心配です。そう言って信仰を持つのを躊躇していました。けれどもその人はこの御言葉に触れて、あ、そうなんだ、家族みんながクリスチャンになったらもう何の問題もないんだ、そう分かりまして、まず私からクリスチャンになろう、そう言って信仰を持ちました。また7年夫の救いのために祈ってきたある姉妹、その祈りが答えられまして、そのご主人のバプテスマ式ができました。本当に感謝のことでした。日本でのことなんですけれども、家族が次々にクリスチャンになっていきます。それで父親が焼けを起こしまして包丁を振り回して暴れ回るということがありました。でもこの人もその家族で最後になったのですが、イエス様を信じてバプテスマを受けました。家族のみんながあなたの家族も救われます、そのことを信じて諦めずに祈り続けた結果でした。主の御言葉は真実です。祈りに応えてくださる神様も真実です。誰かが一人イエス様を信じて救われるなら、その救いはその人一人の中にとどまってはいません。その人の家族に、親族に、友人に、その町に、その国に、そして世界に広がっていきます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたの家族も救われます。この御言葉を信じましょう。まだ救われていない家族、親族、友人、周りの人々のためにこれからも祈り続けていきたいと思います。ご一緒に祈りましょう。あなたもあなたの家族も救われます。主なる神様、あなたの恵み深いこの言葉を感謝します。主イエス様への信仰が人を救う、家族を救う、世界を救います。この信仰に固く立ち、人々の救いのために祈り続ける私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。新聖歌の182番、ただ知ってよ、歌いましょう。Shake on your body, I am in you.
神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。7時半にズームミーティングがありますので、時間の許す方どうぞご参加ください。それから、来週からここではなくって、コアイアルームの方に礼拝の場所が移ります。で、駐車場は今までと同じように、このファミリー用の駐車場ですね。ここに入っていただいて、もう体育館の方までぐっと車を進めてくださっていいと思います。体育館のドアを開けておきますので、そこから入ってコアヤルーム。コアヤルームは前に礼拝をしていた小さな部屋の隣で、皆さんご存知だと思います。そこの方が少し広いので、そうですね、椅子を2つ間隔を置いて座れば十分でしょうね。もう皆さんワクチンしていますし、問題ないと思いますので、マスクもつけていますから、多分大丈夫だと思いますので、そんなに、くっついて座らなかったら、十分人数も大丈夫だと思います。で、場所が変わるついでに、案内がてら、どうぞ。礼拝に、知り合いの方をお誘いください。私も早速メールを出して、知っている人に、場所変わります、来てくださいと案内しようかと思っています。また日本語礼拝を知らせる良い機会にしてくださればと思います。私の方からは言いますが、SCCR のリトリートのことがあります。申し込みが必要です。申し込むと、Zoom かなんかだと思うんですけれども、それのリンク先が送られてきますから、申し込んでそれを手に入れてください。参加費はいりません。無料ですから。多分これから実際のリトリートをカリフォルニアかあるいは別のところでやるにしても、オンラインが一緒にやるようになるかもしれません。そうすると私たちには参加しやすいですね。来年どうなるか分かりませんが、とにかく今年はオンラインで参加できますので、このチャンスをお見逃しなく、登録してください。父なる神様、今日も良い天候の中で礼拝を守ることができました。ありがとうございます。来週から礼拝の場所が変わりますけれども、神様どうぞ新しい方々をお送りくださって、ともどもに主イエス様のお名前を崇めることができ、救いの言葉を聞くことができますように、助けを与えてください。礼拝で奉仕をされる一人一人を今から整えて用いていただきますように、またこの教会のユースの礼拝、中学生の礼拝や、そういうことも徐々に以前に戻りつつあります。どうぞ一人一人お守りくださって、また以前のように活気のある教会としていただけますようにお願いをいたします。子どもたちがもうすぐ夏休みに入ります。どうぞ夏の間、あなたがお守りくださるように、また今年卒業した若い人たち覚えてくださって、いろいろな不安の中にあると思いますが、
就職だ、進学において問題がなく、希望を持って住むことができるように帰ってください。この夏も BBS や若人たちのミッショントリップなどどうなるのか心配でありますけれども、神様、もしそれが行うことができなかったとしても、それに代わる良い訓練の機会が与えられて、若い人たちが整えられ、用いられますようにお願いをいたします。オンラインのリトリートも行われます。どうぞこれを通して、御言葉を求める人たちが満たされ、また強められ、良い証人として整えられていくことができますよう導いてください。今日の礼拝の感謝に合わせ、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。Go in peace。平安のうちに行きましょう。